ちょっと別々,々で少し見てみましょう。<laughs> オールイングリッシュの話と文法説明をあのしてあげなきゃいけない,っていとちゃうっていうのだ。だから文法説明の方はあの中間テスト、期末テストも含めて試験で文法説明させるぞという。問題を出すってことですね。それ式の問題を出すぞ。はい <laughs> でその上のこうよくできる子たちはあんまり先生が解説しなくても自分であこれがこういうもんなんだってわかるけど、うん、そうじゃない子にとっては説明をしてあげないと点数取れないぞっていうことで、うん、だから、うん、あの前提はあの何て言うかあのなんでこの文系は何文系ですかとかなんとか。 えー、そういうようなことを出すぞっていう前提となったら、上の子は自分で処理するけど、うん、下の子には手伝ってやらないと無理だっていうような話なじゃん。うん、で、オールイン,イングリッシュの方はオールイン,イングリッシュ、さっき小学校じゃダメじゃんみたいな。<laughs> もしね、そのオールイン,イングリッシュダメだったとしたらっていう。でも、オールイン,イングリッシュや,やるじゃないっていう。 それはそれは結局やってる内容だよね。うん、そんなに難しいことを小学校で英語で解説したりしてないから。 えー、楽々と小学校ではできるけど、はい、高校の先生、ね、そのさっきのさっきた,たすきがけになるとしたら例えば文法解説必要だねだけどオーレンィングしたんだから、うん、それを英語でやるんだねってこうたすがけになったら二次句みたいなものに,にはなると、うん、いうことだから、えー、とどんな英語を先生が使ってあるいは先生生徒に使わせるかっていうものを どこら辺にこうイメージしてるかによって違うやよね。まずあ<の>オールインエングリッシュって言うけど、そもそも、まあ、オールっていうふうにこだわる必要がまずないっていうあの、まあこ。ここでは少なくとも我々はその前提で話し進めてると思ってるんですけど、だからそのオールインエングリッシュがオールじゃなくて、まあ、つまり使えるところは使い、で、日本語の方がいい,い,いところはもう日本語使うっていうふうに あのそのは前提で話を進めるとあとはやっぱりどういうこうどういうこう言葉かけを生徒にするっていうするかどうかで、まあ、英語でできるかどうかって関わってくるかなとだから多分その無理だよっていう先生の頭の中にはそのやっぱり文法の解説とか説明とか、うん、そういうものも入っちゃってるからそんなのはそんなのやるのはもうそれうも,も,もちろん無理でなんていうか無理でしょみたいな。 確かにそう、そう、そういう風うなイメージだと、それは無理だよねって思うんですよね。解説まで。でも、そういうとこ含めないっていう、例えばヒントを与えるとか、ちょっとしたおしゃべりをするってなると、だったらそれぐらいはできるんじゃないかって考えもあるから、やっぱり先,先生がどういうイメージを持ってるかっていうのと、英語で何をしたいかさせたいかっていうのと、そういう、 なんだろういろんなこう表現を生徒に分かりやすいことを言い換えたりっていう、こう、引き出しがどれぐらいあるかっていう、なんか、そこにも行き着くんじゃないかなって思っていますけどね。苦手な子になんか説明して全部分からせようってう、まあ、生徒が聞いても全部分からないことだらけのところでたくさん説明されても分からなくて、まあ寝ちゃうっていうことだったら、じゃあそしたら他の方法で、か、なんですかね、こう文法を理解させようってなると、やっぱりこう、 まあシルバーがずっと言っている、まあ音読とか、え、まあリテリングをまあ最終的にゴールに向けるような、こう、なんか実際に使わせながら、あの、学ばせていくっていうことも、まあ結構重要になってくるんじゃないのかなっていうのを思います、うん。まあ、あの、例えば説明がいい悪いわけじゃなくて、説明をしてもらなきゃわかんないってことは、ね、大人だってあるわけです。 だからもう一つは英語か、だからこの話はだからそのさっきから言ってるたすき明けの話で、英語か英語じゃないかというのと、説明か説明しないかみたいなことになってるけど、うん、そ,のそのもうちょっと一歩踏み込むと、説明だってね、うん、あの分かりやすい簡単な説明、非常にシンプルな説明もあるし、難しい説明もある、だから要するに優しいことを難しくしちゃう人もいるし、難しいことをよ、こんな簡単に言えるなっていう。 で、これ、英語、英語とそのタスキ見分けになってるんですけど、あの、一個だけ例を、これ本当の例なんで、出すと、えっ、ー、と、例えばこ、よくこの日、例えば、認証代名詞ージ、日、日のひえー、なんていうのね、こう、ある高校の先生がね、what does this pronoun he refer to? って言ったんですよね。<laughs> それで、あ、what じゃない、who から。はいえー、で、言ったんだけど、 その日本語になろうしはこのが「ひ」が何を指してのこの認証代名詞「ひ」は誰を指しているかとこう言ったわけでしょう。う、ね、これ日本語にしたって英語ににしししたたっってて英難しいわけですあとで中学の先生にね僕が「えっ、ー、と今ああいうふうに聞いたけど中学はどう同じ時どう言いますか?」って言ったらみんな全員「せーの」ぐらいな感じで「ふーいずひ」って言った。 でこれ、うん、日本語だってさ、この日って言ってるけど、これ誰って言うじゃないですか。それで済むことを、この,この認証代名詞、日は何を指しているかっていうの、うん、だから、日本語であろうが英語であろうが、難しい説明の仕方と、すごい簡単な説明の仕方たと、あるわけだよね。うん、そうしたのそのさっきの二項対立がなぜ起きるかっていうことを、ちょっとなんか今のエピソードで考えたときに、あり得るかなと思ったのが、その、 オールインイグリッシュ大丈夫だ、あるいはオールインイグリッシュでやるべきだっていう人といやいや、そんなのでき,できないよあ、できないよってしようかなっていう人がいたときに、そのオールインイグリッシュで、Who does this he refer to? みたいなことを、えー、とやるってイメージを持っている人がそ、そんなことを英語ではやっても生徒に分わかんないからできないよっておっしゃっていて、で英語でできるよっていう人の方は、実は英語でやるイメージが Who is he って聞けばいいから、 っていうイメージを持ってて、だからそのイメージが違う違ってそれぞれができるできないをこう戦わせてるみたいなこと、うん、こことはなんか我々の前にあった選手のあの、うん、えっと二十一多すぎるかなのギャップ二じゃないですか二十二のギャップの時にも出たけどその言葉のイメージとか定義が実は違うものをイメージしてるのにお互いにできるできないのを 一つはそのの可能性あるあるるかかななと思うもやっぱりねオールインイングリッシュで自分がどういう役割をそこで担わないといけないのかっていうイメージが、うん、まあそもそも違うっていう可能性はある。うんうん、でもさっきの話にはまあ続きというか、うん、あのさっきのような実習,実習行って戻ってきた学生のこういうコメントがあったっていうのはまあ一例ででも片ややっぱりもうあのー。 まあ聞いていた通りっていうかその大学のね、この私の授業とかで、こう、紹介されてた通り、やっぱりもうあんまりもう解説なんていうのはもうやってなくて、結構言語活動を中心にやって、やってて、あの、まあ、あの、本当に指示出しぐらいの話なんだけど、英語でも頑張ってできましたっていう、なんて帰ってくる学生もいて、 だから、その、そっちの学生の方の担当した生徒たちの英語力が高くて、さっきの方が低いってことではないから、やっぱりその、その、なんだろうな、現場の先生たちのやっぱり持ってるイメージだとか、あとはそういうふうにいろんな言い方ができるっていうか、優しく言い換えるっていうような技術とか、そういうところにも関係してる気がしますね。うん。